はい、どうも皆さん、こんにちは、シアンです。皆さん、歯はちゃんと磨いてますかね？はい。磨かないと、右みたいな感じで、ちょっと歯を見せることができないので、はい。やっていきましょうか。ちょっと、回復はしました。ちょっと前回ズダボロな状態で始まってたんで、回復してから、臨んでいきましょう。はい。では、行きましょう。もう、ここまで来たら、どれ行きましょうか。ボス戦でわざわざ、ブラザーアタックを上げる必要はないと思うんで、バウンドで行きましょうか。ちょっと痩せそうなネーミングセンスですけど。はい。このバウンドしましょう。こうで、はい。で、あとロケットっていう。せっかくロケット上げても、すぐに不時着してしまうっていう。はい、もうわけのわかんない感じですけど。バーニョ様、あいつらやっぱり手強いっちょ。ちょっと、なんかいつの間にか、口癖映ってますよね。ちょっと、なんかこの人大阪とか行ったら、すぐ大阪弁に変わりそうな感じがしますけど。はい、あの技を使うっちょ。やばいですね。やばい時はこれを使いましょう。どんな技なのかわかんないんで、なんでしょう。え？衝撃派か？なんでしょう。よくわかんなかったですね。ちょっと、なんかただ単に、お弁当の仕切りを飛ばしてきただけでしたけど、見たか。これが俺たちのブラザーアタックっちょ。どっちかっつうと、ただ単に恨み晴らされてる感しかなかったんですけど、はい、じゃあこっちこそブラザーです。これマリオは両方行きました。はい、じゃあちょっとチョッパーで行きましょうか。ワンピースの力を借りて、はい、でぐるぐるです。もう頭当たってないですよねこれ。ちょっとどんだけこの人身長長く見せてるんでしょうか。ちょっと実を言うと頭の上にも透明でなんか被ってそうですけど、はい、じゃあバウンド、もうこの人を徹底的にやっつけたら多分もうブラザーできないと思うんで、ちょっとどんだけ大工さんの仕事に憧れてるんでしょうかこの人。やばいな。で、なんか燃えてまちょっとこれは完全にもうクッパどんだけコキ使われてたんでしょうね、これは。ちょっとしみじみと泣きたいですけど。はい。まあいいでしょう。逆にこれ倒しちゃったら、ストレス発散できなくて困りますよね。まあいいでしょうか。倒します。こいつが鬱陶しいんですよ。はい。ちょっと、オッケーです。ちょっとこんなやつに様つけながら呼んでたクッパもどうかと思いますけど。そして、これ早めにジャンプした方がいいです。はい。なんか連続攻撃してきてますけど、ちょっと、ここまで来たらもう、ルールなんて知るかとか言う。はい、負けた途端にもう、拗ねる子供ですね。じゃあ、チョッパーブロスでもう一回行きましょう。これ、クッパも仮面の上ないのに当たるっていう。もう、なんかすごいな、なんかもう。どんだけ透明人間好きなんでしょうか、これは。よっしゃ、ロケット不時着の攻撃で、で、またちょっと、大工の魂を投げ捨ててるんで、はい、で、ちょっと、大工さんの後は次、消防士になるっていう、もう転職が早いですね、この人は。はい、ちょっとすいませんでした、むせてました。じゃあ、もう一回行きましょう。なんかこれ、スプラッシュの方が、効き目絶大な気がするんで、こっち行きましょう。はい。で、当たる瞬間に、オッケーです。ちょっとあんま飛ばないですけど、はい。で、これ確か、3の方が威力上がるんですよね。はい。じゃあ、バウンドブロスを、もう一回決めましょう。もうこれ、不時着ブロスの方がいいと思うんですけど、ちょっと、もう、頭突きするっていう、これはマリオだけが、圧倒的に不利な技ですね。はい。で、またちょっと消火活動どころか燃やしてるんですけど、はい。じゃあ次もう一回チョッパーで行きましょう。チョッパーも3にしちゃえば、効き目上がるんじゃないでしょうか。こう。
難しいな。今の分かったんですけど、なんかルイージの耐える時間が短くなった気がします。ちょっとおーなんかもうルイージがだん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 体力なくなっていってる感があるんですけど、はい、もうなんかクッパしつこいですね。ちょっともうなんか仮面外したら一気に弱くなりそうですけど、ちょっとこれサングラスの役目してるんですかね。ちょっと視界が暗かったらよく見えるみたいな。オッケーです、やりました。もうパーニョ様って言うほどのことじゃないですよね。むしろクッパの方が強かったんですけど、オッケーです。レベル19になりました。あと1上がったら成人しますね、これは。じゃあちょっと BP っていうか HP 上げましょうか。これちょっとハートなんですけど、はい、心臓38個あります、今。てん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 、ぎょほほほ、こいつまで降ってきましたね。ぎょほほほほ、ぎょほほほ、来ました。ちょっと星食べようがなんか電子レンジで温められたみたいな感じですね、これは。やばい、お宝が飛んでいくっちょ。乗るんですか。おぉちょっと赤ん坊のお世話してますね、これは。オッケーです、どっか飛んでいきましたね。どこ行くんでしょうか、この後は。やっぱりこれバーニョ様って言うほどのことでもないですね。なんか圧倒的にクッパの方が一番上ですけど。お、思い出したぞ。我が輩は、我が輩は、クッパ大魔王だって言いながら落ちていきましたね。ちょっと、完全になんか分裂までして、ちょっとなんか俺のトーク力がもうわけわかんないですけど、今。いろいろ起こりすぎて。ちょっと整理しましょうか。まず、クッパが吠えた途端に分裂したっていうことはですね、クッパの声が汚かったということでしょう、多分。で、ちょっと気づいたらマリオが、なんかモグラ叩きされてますけど。オッケーです。カニに負けてしまうようになったんですね、マリオはついに。はーい、やりました。A を押して上がるみたいです。で、ちょっともう待ってくださいね。よくわかんない状況です、今。ちょっと整理させてください。まず、クッパが遺言を残した途端4つに散らばったっていうことなんで、あれを次集めろっていうことですかね。とりあえず4つ集めたら、まあ、何かが起こるっぽいんで、行きましょう。お、ちょ、心臓普及ですね、これ。ちょ、臓器移植カードがあったんで、OK です。これ、臓器移植をしたところで行きましょうか。で、なんでしょう、これ。なんか、マヤ文明みたいな、仕掛けですね、これ。マヤ文明の水晶、無理か、何もできないですね。じゃあ、行きましょう。古いレコーダーが落ちている。再生してみますか？なんか急にホラーゲームになりましたけど。あれいいのかな？はい。我がクス文明研究隊がこの島に到着してから早1週間。やっぱマヤ文明みたいな感じでしたね。我々はこの島に住み着いている謎の生物をクスジーと名付けた。ちょっとじいさんみたいな顔だったんでしょうか、これは。彼らは私たちと同じ会話言語を使用するが、その内容は理解しがたい。それただ単にコミュ障なだけじゃないでしょうか。何だったんでしょうかね。はい。まあ、ただ単に、ちょっとコミュ力がないよって言いたかっただけですね、これは。はい、では、おっと、なんか気持ち悪いような可愛いようなっていう、まさにこれは肝皮な敵がいるんで、はーい、すいませんでした。敵じゃなかったみたいですね。わし、この島の南東にある
石垣の秘密誰にも喋らんよ。石垣の穴に炎と雷をお供えすると何かが起こる。あ、さっきのやつですね。マヤ文明の遺産をなんかするみたいですね。なんて絶対喋らんよ。やっぱりコミュ力ないですねこの人。ちょっといいカウンセラー見つけないと。早くちょっとじゃあ見つけていきましょうか。ここですかね。ちょっと心療内科受診しましょうか。もうなんかあたかも病院ですよねこれ雰囲気が。完全にちょっと受付のナースがいるんで話しましょう。こっちはサンダーバレス、あっちはファイヤーバレス。あ、なんか覚えてますここは。ここ行ったらルイージがガンダーラって言うんですよ。はい、ガンダーラっていう技が使えるようになるんで、行きましょうか。こっち無理か。なんか、これ病室に入ることができないっていう、面会時間終わったんでしょうか、これは。わしこそがサンダーマスターである。嘘ほんと。鼻占いみたいになっちゃったけど。はい、じゃあ、どこだろうな。右ですかね。ちょっと右行きましょうか。なんか美味しそうな足場ですねこれ。なんか栄養補給剤みたいな色してますけど。あ、来ました。これはですね、こう交互に行くっていう、はい、ちょっと背中で語り合おうみたいな仕掛けです。これぞ男同士のブロックって感じなんですけど。で、これなんでしょう。ただ単に、デリケートゾーンをぶち壊しただけでしたね。じゃ、ここ、あれ、なんもないんですかね、ここは。じゃあ、一旦去りましょうか。はい。ここ、後々また来るんじゃないでしょうか。じゃあ、行きましょう。でも、ここ以外、なんもないですよね。もう一個右行きましょう。もうこれ、UFO キャッチャーで、なんか、取れそうですよね、こういうキャラ。なんか絶対ゲームセンター行ったら一匹はいそうですけど。王様って美味しいか？怖い。この人怖いですね。この人ちょっとなんか人間って殺したら血どんだけ出てきますかとか言いそうなちょっとオーラがするんで。これじゃあカニはちょっと話せるんですかね。敵か、これが、敵でも何でもなかったですね、なんか。ちょっと、ただ単に、ストレス発散したい方はこちらへ、みたいな。ちょっとかわいそうだな。じゃあ行きましょう。なんかここ、滑走路みたいな感じですけど。はい。あ、これ回数分叩くやつですね。ちょっとこれは、お見合いしながら叩くんで、ちょっとお見合いブロックと名付けましょう。オッケーです。こうやって、はい。ちょっと会話のキャッチボールをブロックでするっていう、ちょっと一切喋ってないんですけど、これぞ以心伝心です。はい、オッケーです。以心伝心しましょう。いけ！オッケー！ルイージ若干のコミュ力なかったですね。まあいいでしょう。ちょっとこの人、なんでしょう、茹でられた後ですかね。わしはこの島におっぱい。村長に立候補するかもしれん。壮大なロマン。あ、もしかしてこれ、の色をちょっと示してるんですかね。ちょっとなんかもう、任天堂が壊れかけてるけど。あれ？怖いですね。じゃあもう一回いろいろ話してから行きましょう。きっかけっていくら？きっかけって何でしょう？ちょっと皆さんわかりますか？きっかけって言ったら、俺が実況始めたきっかけは、ちょっとある人に勧められて、はい、やったんですけど、まあそういうことです。なので、友達のお金を聞いた方がいいと思います。友達っていくらとか聞かれたら、俺答えれるんですけど、こ
こがクスオーシャンに浮かぶクスアイランドだとしたら、わしらはクスまみれか。なんか意味深ですよね、ここの住人。まあ茹でられてるからかもしれないんですけど、ちょ思考回路がいっちゃってますね。古いレコーダーまたか。行きましょう。我が研究隊がこの島に到着して早3週間。今日我々は驚くべき発見をした。赤いクスジに近づいて炎をかざしてみたところ、なんか来ますよね。ちょっとたこ焼きにしらさいとか言われそうな。なんと炎にあふれた赤いクスジはモンスター化してしまったのだ。キャーキャーちょっと襲われたらクスジーになるみたいですね。ほんの少し距離を置いて炎をかざすのが効果的なようだ。青いクスジーも何かに反応して、はい、少し危険を伴うが調査する必要がありそうだ。ちょっとさっさと帰ってください、この人。ちょっともう、じゃあ炎はちょっと弱火で遠くあたりからちょっと浴びればいいみたいですね。直接やるとモンスターになるみたいなんで、はい、行きましょう。なんていうホラーゲームだこれは。いつの間にホラーになっちゃったんでしょうか、このゲームは。ほんとゼロやってるみたいですね、なんか。じゃあもう一回行きましょう。はい、サンダーバレスとか書いてるんで多分ここですよね。はい、ということで、まあ行きたいんですけど今回は時間が来てるんで、ここまでにしたいと思います。次回ちょっとなんかいろいろ謎が深まりつつあるんですけど、ちょっと次回からは皆さん電気を消してご覧ください。それではまた次回お会いいたしましょう。うーらーめーし。チャンネル登録をすると僕の動画がアップされた時に探す時間をかけずに瞬時に見ることができます。スマートフォン、タブレットで見ている方は、この動画タイトル下のチャンネル登録と書いてある赤またはグレーのボタンを押していただければできるんで、ぜひよろしくお願いいたします。パソコンで見ている方は画面上に出てるこのチャンネル登録というボタンを押してください。ぜひよろしくお願いいたします。